バトルビーストはフィンランド出身のヘビーメタルバンド。女性ボーカリストを擁するパワーメタルスタイルのグループ。二代目ボーカル就任以降の作品が本国チャートで1位を獲得し続け、代表的グループに躍進を遂げた。初代ボーカルニッテバロ当初のメンバー構成は、ギタリストのアントン・カバネン、ユーソ・ソソイ・ニオ、そしてドラマーのプルビッキであり、彼らは高校時代の同級生だった。 その他のメンバーは、ボーカリストのニッテ・バロ、ベーシストのエイロ・シピラとキーボーディストのヤンネ・ビョルクロートがオーディションを経てバンドに加入し、2008年に活動開始した。レコード会社との契約を結ぶ前に、バトルビーストは2010年に2つの主なコンペで最もよく知られるようになった。一つは国際的なバッケンメタルバトル2010であり、ここには世界中から 数千ものバンドが参加し、ファイナルステージは、ドイツの有名なメタルフェスである、バッケンオープンエアだった。その後まもなく、バンドは主要なラジオ局ラジオロック主催のコンペ、ラジオロックストバの優勝者であると発表された。フィンランドのレーベル、ハイブプ,プロダクションと契約する前の同年の、終わり頃にはメディアにおける露出度が高まっていた。バトルビーストのファーストアルバム、スティールは、 2011年の春にフィンランドでリリースされた。ショーメイハウツーダイとエンター・ザ・メタル・ワールドという2曲のシングルと共に、そしてラジオロックでのヘビーローテーションが功を奏し、このアルバムは7位にまで上昇した。フィンランドのみのリリースであったにもかかわらず、このアルバムは間もなく国際的なレーベルであるニュークリア・ブラストの目に留まり、同年の後半には、 バンドとライセンス契約を結んだ。スティールの再発版には1曲のボーナストラックが入り、2012年にヨーロッパ市場で発売された。バンドは2012年2月のフィンランドメタルアワードの投票で第3位にランクインした。ヨーロッパでのスティールのプロモーションを兼ね、バトルビーストは同国のバンドナイトウィッシュが行っていたヨーロッパでのライブツアー。 イマジナリアムワールドツアーにオープニングアクトとして同行し初めてのツアーを行った。このツアーは2つのバンド両者にとって成功だったと報じられた。ツアーの最終日には、ナイトウィッシュはアコースティックバージョンとしてバトルビーストの照明ハウツー台を演奏してバトルビーストに敬意を表した。2012年秋にはフィンランドでの夏のロックフェスでツアーを行った後、ニッテバロが 家族の問題を理由にバンドを脱退した。彼女の脱退が発表された後、タンペレ出身の新しいリードボーカルのノーラ・ローヒモが新加入すると発表された。ローヒモと共に、バトルビーストは同年11月にはヨーロッパツアーを開始し、この時には同国のパワーメタル版のソナタ・アークティカのサポートを務めた。このツアーの後、バンドは直ちにスタジオに向かって、 自作のレコーディングを始めた。所属レーベルだったハイブプ,プロダクションはすでに廃業しており、バンドはワーナーミュージックのフィンランド法人に移籍し、諸外国での反権はニュークリアブラストが保有する格好となった。ノーラローヒモを迎えて、初めてのシングルイントゥ e ザハートオブデンジャーを2013年にリリースし、その後にセリフタイトルのセカンドアルバムバトルビーストを、 同年5月に発表した。もう一つのシングルとブラック忍者のためのミュージックビデオがアルバムのリリースと同時にリリースされ、セカンドアルバムバトルビーストは苦もなく前作スティールの売り上げを上回り、最高時には5位になって17週間にわたってチャートに止まった。このアルバムはドイツを含めたヨーロッパ各国でチャートに掲載された。同年秋には再度ヨーロッパツアーを行い、 この時には、ドイツのバンドパワーウルフや UDO のサポートを務めた。同年に、日本のロックフェス、ラウドメタルマニアに出演にて初来日公演。翌2014年も、ラウドパーク14出演にて再来日した。2015年2月、サードアルバム、アンホーリー・セイバーをリリースし、本国のチャート1位を獲得。発表後、バンドのコンポーザーアントン・カバネンが離脱し、 あとに、ヨーナビョルクロートが加入。同4月に来日し、渋谷クラブクアトロで単独公演を行った。2017年、ホースアルバム、ブリンガー・オブ・ペインをリリース。2作連続で本国のチャート1位を獲得。2019年、フィフスアルバム、ノーマー・ハリウッド・エンディングズをリリースし、3作連続の本国チャート1位を獲得。2019年8月時点アルバム、 ありがとうございます。